宿体都市とは人口減少を経た都市のことであり、主として外部への移住によって起こるものである。そのような都市のインフラは多数の人口に対応できるように作られており、その維持が大きな問題となっている。昨今の世界人口は70億人程度であり、うち30億人程度が都市に居住している。二千三十年までには都市人口が十一億人にまで上昇すると、 見られている。その中で人口流入を続ける都市もあれば、逆に流出を続ける都市もある。サスキアサッセンの国際都市理論はこの流出入の商社と廃社を予測しており、金融的に塊になっており、サービスに特化している都市を商社、古い産業インフラを有し、経済を回す都市であるのが廃社であるとしている。実際、 この半世紀で10万人以上の人口を有する370程度の自治体のうち1割以上が人口減を経験しており、そのうち25%は米国の都市であり、特に重工業が盛んな中西部に多かった事実がある。ドイツのポスターによると、宿題都市の数は順にアメリカ合衆国、中華人民共和国、イギリス、ドイツ、ブラジル、イタリア、ウクライナ、 南アフリカ、ニジェール、カザフスタン、ロシア、日本、チリ、インド、ベトナム、インドネシアとなっている。宿題都市に横たわる大きな問題としてインフラ管理が挙げられる。宿題都市は一時期より過密であり、その規模のインフラを抱えている。しかしながら人口は減少傾向にあるのである。そのためインフラの方は財政的な問題となり、 一人当たりの負担額が大きくなる。近隣の家が離れている宿題都市では、この巨大なインフラに対する大きな負担は不可避である。一人当たりの負担額が上がろうとも、サービスはその広い土地のわずかな住民のために施されなければならない。自治体の財政を引き締めた上で、どのようにその費用を抑えるかについての研究成果が以下の通りである。近隣同士では、 人口密度は直にインフラ代の支出に影響する。高密度になれば、同管の共有部分の一人当たり負担額は減る。1ヘクタール当たり40件以下の人口密度では、インフラ関連の一人当たりコストは爆発的に増えるだろう。これと同様の発想で、政策立案者の中には、宿題都市では人々を集中させることによって解決を試みる者も,もいる。また、 古びたインフラは複雑であり、それを解決するには膨大な量の研究が要される。昨今、古くなった一部のインフラを修繕するよりも、すべて取っ払ってしまった方が安く済むのではないかという見解も出てきているが、そこに関する詳しい研究は進展していない。これに関して、県都州立大学の宿題都市の持続可能なインフラに関する報告では、以下の点を指摘している。 我々がこの研究を始めたとき、古びた大きな、そして人口減少化においてはもはや必要とされていない、インフラにかかる本質的な費用を保つための技術、あるいは計画を見つけようとした。しかし、何も見つけることができなかった。様々な都市を用いた複数のアプローチによる、この問題の解決が試みられている。ビジネスの誘致などによって中心部に活気を取り戻す。 ことによる解決方法だけでなく、都市成長境界線を使う方法も考えられている。これは、スプロール現象を抑制しようとしており、それによって、宿体都市の問題が起こる前に阻止することが期待されている。都市成長境界線は、都市とその均衡を囲うように惹かれており、また食住近接ができるようにし、宿体都市化が起こらないように惹かれている。実際に、 オレゴン州ポートランド等で使われ、成功を収め、インフラへの支出において、最大限の還元がなされている。また、ノースカロライナ州にある芸術と人文の村のように、芸術的観点からの解決を試みる場所もある。ありがとうございます。